とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。パワー1から251まで何時間かかるのか。今、6時間プレイしてまして、パワーがこれくらいまで上がってます。レベル40の82ですね。まあ、そこそこ上がってきたかと思います。んで、はてなはてなはてな、ここがもう解放されたんですよね。レベルパワー上げやすくなってます。で、今日は、この湿っぽい洞窟か、はてなはてなはてな、このどちらかで、パワーを上げていきたいと思います。目標としては、レベル50、そしてパワー100以上、それを目指していきたいと思います。では、行くぞ！今、洞窟の方に来てるんですよね。シメグを手に入れたくて、ちょっとこっちを回ります。で、パワーが、ちょっと低めなんだよね。俺の水晶パワーが。なんか水晶が高くて、自分が低いね。あ、危ない！もう、パワーがね、ちょっと違いすぎて、2発食らえば、まあ、瀕死、もしくはやられるぐらいの、敵の強さがあります。でもまあ、これぐらいギリギリの感じでやっていった方が、パワー上げははかどるはず。まあ、やられればね、元も子もないんだけども、まあ、やられないように愛のメダル、そして、武器の鉢、これをうまいこと使っていってます。まあ、なんとかね、うん、やれるよ。気をつけていけば、そんなやられることもないので、大丈夫かと思います。オッケー。で、このパズルもね、久しぶりなんだけども、全然覚えてる感じだね。昔ここやりまくったから、パズルもね、全然覚えちゃってますね。んで、シメグ、出ないんだよなぁ、シメグなかなか。この序盤で、シメグを入手できれば、かなり有利に進むことが、いや、どうだ、まあいいや。あ、違う！ソウルフィスト！まあ、締め具は、若干ね、弱体化はされたんだけども、まあ、まだいけると思うんで。あ、あとここあれか、龍馬王の出るんだ。うん、呪いの王とか出てきてくれれば、さらにいいかもしんないですね。はい。で、クリアする前には、忘れずに、一番高いパワーのやつを装備して、行かないといけませんね。これね、すごい重要なんで必ずやるようにしましょうね。パワーがどれぐらいまで上がるか。93、こんぐらいか。はい。では、頑張っていきましょう。お、来た！アポカリプスプラスが、ついに解放ですね。難易度7をクリアすると解放ってなってたので、ここから、プラスが始まります。だいぶ難しくなるだろうね。締め具、頼む、頼む。まあまあ、ユニーク出たから OK でしょう。次はどうだ？ん？ガントレットか。次はどうだ？違う！次はなんだ？残り身か。エメラルドがもう少なくなってきた。で、パワー123とか、120台が出るようになりましたね。ちょっとエメラルドがマジで足りない。で、アポカリプスプラスもちょっと解放してもいいかもしんないね。今3までいけるんだけども、もうパワーが120で、もう上げて良さそう。で、プラス4以降にするためには、プラス3でボスを倒さないといけない。そうすると6までいけるようになるのか。ああ、だいぶいいな。じゃあ、はてなはてなはてな、ここ行ってボスを倒しちゃいましょう。いやー、難易度がね、高いね。難易度がもう、バカみたいに高い。囲まれたらもう一巻の終わりだから、囲まれないように、まあ、うまいこと立ち回る。うん。まあまあ、ものすごい練習になって、いい感じでは、あるよ。
もうものすごいいい感じで、こんなにレベルが上がるんだっていうぐらいレベルがゴリゴリ上がる。よし、 OK、 倒しました。で、これでアポカリプスのプラス6まで、解放ということですね。あ、で装備はちゃんと変えてから行かないといけない。それではどうでしょうか。ボス1体倒したからね、いけてる、プラス6で、推奨パワーが136だね。で今回が789に行くためにはボスを2体か、まあハテナハテナハテナと、まあ大釜ぐらい倒せばいいか。まあハテナハテナハテナ、これは倒せるけども大釜ちょっときついな。うん、もう少しパワーを上げなきゃいけません。あと10分ちょっとかな。なのであと2周ぐらいは回れると思います。ちょっと2周ぐらい回りますね。これが最後の周回ですね。今ねプラス6に挑戦してるんだけども、なかなかきつい。うん、6はね結構えぐいね。まずエンチャの敵が出てきたらほぼ終わるのよ。うん、特に変なやつね変なやつが出たらもう踏むからね、どうしようもない。あ、でもいけるね、これは大丈夫。よし、 OK。 で、パワーもね130近くにはいけるんじゃないかな。ちょっとクリアしてみないと分かんないんだけども、多分それぐらいまでは上がりそうな感じです。で防具がクールダウン入ってるやつを今装備してるけども、ちょっとね耐久力がない。やっぱり 35% 軽減が欲しいね。カトラス、はいはいはい、いいんじゃない。まあ、とりあえず、また最大パワーのやつを装備してクリアしましょう。これ重要ですからね、絶対しましょうね。それでは本日も1時間半が終わりました。パワーがどれぐらいまで上がったのかお見せしましょう。これぐらいです。レベルは48でパワーが131ですね。100までいけばいいかなと思ってたら131、結構上げることができました。で最後、ショップでいい防具がありましたね。スペランカーだけどもクールダウン、そしてポーションバリアがついてます。これだと多分だいぶ進んでいけそうな気がするね。うん、まあ、これを持って、プラス6をちょっと周回した後に、また解放してねプラス9とかまで行ってみましょう。この輝くハープクロスボウ、これずっと使っていけそうなので、まあ、鍛冶屋に出しつつやっていきたいところですね。ただエメラルドが全然足りない。まあハテナハテナハテナとか、あと鍛冶場とかその辺に行けばちょっとはたまるかな。はい、ということで今総プレイ時間が7時間半となりました。ここまで行きましたね。では251までいくらかかるんでしょうか。やっていきます。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。